アラン・ボラードは、ニュージーランドの経済学者、アジア太平洋経済協力事務局長、第10代ニュージーランド準備銀行総裁、ドクター・エー・ボラード・ウェリントンに生まれ、オークランドに育つ。オークランド大学で、経済理論、応用経済学を学び、1977年に、PhD を取得。ヌメア南太平洋委員会エコノミスト、 ロンドン南太平洋委員会コンサルタントを経て、1983年にニュージーランド経済研究所に上席研究員として入所。ニュージーランド経済研究所理事、ニュージーランド商業委員会長、ニュージーランド国庫長官を歴任。2002年9月23日にドンブラッシュの公認として、第10代ニュージーランド準備銀行総裁に就任。 2007年5月29日に再任。2012年1月30日、同年9月25日の任期満了で総裁を退任すると発表。2013年1月1日付でアジア太平洋経済協力事務局長に就任。投資会社に勤務する妻との間に二男。1998年にオークランド大学名誉同窓生に選出され、2007年に オークランド大学より名誉法学博士、2012年12月に、マッセイ大学より名誉商学博士の学位を授与、されている。2012年に、公職への貢献により、エリザベス2世より、ニュージーランドメリット勲章を受賞された。ありがとうございます。